こんにちは、ミスタイムさん。東京難民ね、結構胸に来るでしょ。私はね、これね、東京難民はね、ミスタイムさんなら引っ込まれるように見ると思いました。で、私もこのドラマね、好きで何回も見てしまったんですけども、私がすごく印象に残ってるのは、ホストですよね。名前ちょっと忘れちゃったんですけども、聖夜だったかな。最初に出会うホストがいるじゃないですか。で、彼はものすごく売れっ子のように見えたんですけども、上司といいますかね、そこを取り仕切るそのヤクザみたいな人にやっぱ怯えていて、最後はもう一か八か、中国の方でヤクの密売人をすることでけじめを取るようなことを選ぶんですかね。で、結局その後どうなったのかわからないけども、まあ彼ならうまく乗り切ってくれるんじゃないかなと思いながらも、物語では語られてなかったんですが、そのね、ホストが途中主人公のあの青年と行動を共にして、で、女のために自分のお客さんのために、組のお金を、まあ、いわゆるバックレて逃げて、で、千葉のどっかで細々と暮らすんですよね、で、日雇いしながらタコ部屋突っ込まれながらやってるわけですけども、そこに本当にね、鍵つけた例のヤクザみたいなのが来て、まあ運命決まったなみたいな。それからタコ部屋リアリティありましたね、かなりね。タコ部屋ね、あれちょっとなんかグッと込み上げるもんがあるんじゃないですか、ミスタイムさん。あの経験は私にはないんでね、強制労働部屋で働いてたっていうのは。でも思えば、ああいう半場っていうかね、ありますよね。私もね、ガードマンなら結構やって山奥行ったんですけども、こんなところになんで車もないのに人が詰めてるんだろうみたいなね、そんなタコ部屋っぽいところがあって、多分ああいうところなんだろうなと、で、そっから逃げ出したくても、逃げたところでね、なんていうのかな、暮らしが成り立つわけじゃないし、まあ、ある意味なんか借金返すために頑張ってる人もいるのかなみたいなね、よくわからないですけどね。まあ東京難民に関しましては、今この日本でこういうことが現実起きてるんだよと、特に東京難民とか闇金ドックス5とかね、これ聞く話じゃないですか、これ、で、ついに日本がこうなってしまったのか、これね、戦後の昭和20年代の話じゃないですからね。昭和を63年64年まで締め上げてきて、高度経済成長を完成させて、バブルの時代が来て、平成の不況30年を通り抜けてきて、今令和の時代にこういったことがこれからもね、また増えていくんだろうなと思ったら、ミスター M さんのようなね、這い上がった経験談っていうのはきっと多くの人に希望を与えると思うんですよ。まあぜひね、そういった面からもいろいろアプローチしていただいて、まあ今ね、名言集とかやってますけども、これミスター M さんなりの名言っていうのはね、俺はこうだったぜ、この思いでくぐり抜けてきたぜみたいな、ミスター M さんの名言もこれからね、ちょっと聞いてみたいなという気もしますし、そうですね、ミスター M さんの姿を見て私がなんか言葉を編み出してもいいかな。まあいろいろと申し上げましたけども、これからもね、いい映画とかをね、一緒に見て、で、そのエピソードに、まあ、励まされ、勇気づけられ、活動していきましょう。それでは。